ない、ね、見てない見て見て出るかい。フリーのね勇姿が載ってる動画なのでぜひ見てほしいんですけど、はい、その動画を見て思ったことがまあ3つぐらいあって、まあ、まずパターがクソだなっていうのと、まあ、それはここではできないのでポイって置いといて、あとは2番目はすごいねリズムがすごいバラバラだなって思ったの。気持ち悪い見てて。全クラブですか？全クラブ全クラブ全クラブバラバラ、もうドライバーも全部バラバラで、あとはバランスが悪い。そうっすね、バランスをしっかり取れてない。そのティーショットでバンって打った後に下がってみたりとか、だからバンって打ってこの状態で落ちるまで気持ち悪い。あ、なるほど。ちゃんとフィニッシュを決めてから。そう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 、見ろと。そうそこでフラフラしてたら、あ、なんだろう、結果が悪くてもしょうがないなって思うじゃん。なんで そこのちょっと違いかなっていうのと、あともう一個あったね、ごめん。一番大事なんだけど、そのグリーンってインパクトまで前傾姿勢が保てないのよ。で、最近結構左に行き始めてるから、左に行くってことはさ、大体ゴルフ場ってこうなってるじゃん。なんでつま先下がりに行きやすいのよ左って。で、右は逆につま先上がりに行きやすいんだけど、まあなんかそういう状況に陥ってるから、多分ね行ったことあんまりね今まで経験したことのない台から打ってるんだろうね。なんで前傾が保ててない、毎度毎度。浮き上がったりとか、インパクトでこうやって浮いてっちゃう。あ、なるほど。だからそれって腰がこうやって浮いちゃってるんだよね。腰をしっかり浮かさないようにこのまんましっかり回転させましょうね。そうですそうです。まあ、その回転させましょうねっていう腰を重視するんだか、それとも前傾姿勢をキープするっていうことを重視するんだか、まあ、それはちょっと本人次第かなって思うので、まあやりやすいとかねあるだろうから。どっちでもいいんですか、前傾をキープするのも、まあ、するのか。そうだから前傾をキープするために自分の体の動きをどうしたらキープできるかっていうのを考えられればそっちもで、考えられなかったらもう腰をしっかり回す、このまんまこういう風に回すっていうのを心がけるっていうのが大事かな。だから結果は一緒ってことですね。そう、結果は一緒。どっちからアプローチする。そう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 、そういうこと。まあレッスンってみんなそうだからね、どこからアプローチするかによって全然違うから。ということでリズムを一定に。じゃあクォーターショット、最近クォーターショットをねなんかいいいいって言い始めたら、ようやく気づいたらしくて。いやこれだって当たるんですもん。当たるわそら。だからなんか軽く振るっていう、まあみんなが俗に言う軽く振るとか、ちょっとスイングちっちゃくして振ろうかとかっていう時っていうのは、まあ、当てに行く時じゃん。だからクラブ短く持って打ってるのとほぼ同じような感じになるってことだよね。それがクォーターショット。はい。まあフルスイングだとやっぱりバランスが崩れやすいから、全部のライからフルスイングっていうのはまず打っちゃダメなのね。当たり前だけど当たらなくなっちゃうから、バランスが崩れやすくなっちゃうから。なんでそういう時にもうコースに出たら、別に練習場でフルスイングで振っててもいいけど、コースに出たら少し抑える。じゃあ7割だからクォーターでね、クォーターショットの打ち方をやってった方が、まあバランスが崩れなくてちゃんと当たるようになるよっていうお話です。9番です。はい、じゃあちょっとクォーターショットやってみましょう。クォーターショット、はい、はい。初めての感覚かもしれない。ゴルフやってて球が捕まる。こんなにやってるのに。そうだよね、全部右したもんね。あ、抜くだ。今度は真ん中に体重を置いてこのまま上げて下ろそう。だからベタッと両足、はい、両足は動かさないようにして、ベタ足、はい、上げないようにして上げて下ろす。そう、OK なんです。普段ベタ足ですか？あ、違う違う、普段はベタ足じゃないんだけど、浮いててもいいんだけど、グリーンって
横の スライド、ね、スエーまではいかない、スエーは治ってる、結構腰が動いてるわけじゃないから横にね、なんだけどあのグリーンってちょっとね左右に振るので、その左右に振るのは左に振りすぎてるのね、左に振るっていうのは上げてこうやって行き過ぎちゃって、左になんか我先に左に行きたいみたいなっていう気持ちがすごく強いから、それをちょっと抑えるためにまずは真ん中でベタ足、そうベタ足でそのまま一本軸で練習してみようっていうね。悪くないね、これ上半身だけ映ってるこれですよね、ラインが悪いとか。そう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 、すごいね、上半身だけで振る練習にもなるから、ラインが悪いところとか極端に、これすごい、めっちゃいいじゃん。いいじゃん、あ、そしてこれあれですね、ベタ足することによってバランス感覚も失えるかも。そうだよ、バランスいいでしょ、バランスいい、動かなくてすぐそうだね、そうなんだよ、そういうこと、動きすぎてるってこと、動きすぎちゃってるの。なんかさ、ちょっとねゴルフね上手い人っていうかやってる人とかって無駄に動いちゃったりするんだよね、その無駄な動きっていうのは本当にいらなくて、どん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 省いていく。だからさっき言ったホワイトもそうだけど、膝が曲がってるよっていうのは無駄な動きってことだよね。それはただただ疲れる原因になってくるし、あとはね、たまに当たるか当たらないかっていう問題になってきちゃうから、もう省きましょうねって伸ばそうね。ナイス。で、そうするとその練習をしてるとさ、なんかどこであのしっかり回転していくっていうか、どこを意識したらいいかっていうのが分かるじゃん。どこに体重を置いといたらいいかっていう。姿勢が綺麗だと超綺麗。そうだよね、私もそう思う。うん、でもめっちゃいいね。へっぴり腰じゃないですか？大丈夫ですか？自分の中で結構へっぴり腰になってる感じしますけど。なんかね、あのよく言われるんだけど、レッスンしててアドレス直すと変じゃないですかって言って、あ、言ってたよね。そう。全然変じゃなくて、あのちょっとお尻出してって言うとなんかすごいお尻出してませんかとか、うん、なんだろうなってるんだけど、こういう方がダサくない？結構そうなの、そっちのけあるからね、うん、じゃなくてお尻をしっかり上げるわけそうすることによって下半身が踏ん張りやすくなりますよ。ラリが悪くない状態にこれどうしようとかあるんですよ。ラリが悪くない、あ、まあ、いい状態ってことだよね。うん、それはあんまり使わないけど、まあ、でも別にね、ピンに寄せたいとかそういう気持ちでライン出しとかしたいなっていう時はやってもいいと思う。オーケー、ナイス、綺麗綺麗綺麗。だから綺麗って言われてるってことはそれだけすげえ動いてるよってこと。もともとがね、もともとがですね、確かに。ナイス、超いいじゃん、超いいじゃん。私の使い方がすごく綺麗。うん、イケメンのゴルフみたい。なんかいいよね。ありがとう。イケメンがさ、こういう動きしてたらさ、かっこいいって思うよね。わかるわかる。あ、そうなの。なんか飲みますね。上げて、分かった。おー、それそれだ。